八瀬比叡山口駅は、京都府京都市左京区にある、永山電鉄永山本線の終着駅。駅ナンバリングは、e、E08。駅名の通り比営山への西の入り口で、永山ケーブル、永山ロープウェイを乗り継いで、比営山山頂に向かうルートを構成している。京都伝統によって開業して、以来、駅名が、八瀬、八瀬遊園、八瀬比叡山口と変わっている。 周辺は開業当時から京都伝統や地元が中心となり開発され、一時期駅名となった遊園地、野生遊園が開設されるなど観光地としてにぎわった。現在では一部の休日を除けば散策を楽しむような静かな観光地である。駅前にあった野生遊園の後ろ身であるスポーツバレー京都。森の遊園地は2001年に閉園となり、翌年に 現在の駅名である痩瀬平山口駅に改称された。跡地は現在大規模な会員制ホテル、エクシブ京都痩瀬利休を中心に老人ホームなども立地し、静か暇な土地を生かした再開発が行われている。駅周辺には昔ながらの茶屋が数軒あり、西そばや獅子肉など京都らしい食事ができる。駅前の高野川には木造の橋があり、 その河原では、バーベキューや車声を楽しむ人も多い。現在、平日昼中は、出町柳発において、本来の本線である、当駅までが、毎時3本であるのに対し、観光客が多く、学校や、住宅の多い倉間線方面の運転本数が2件、茶屋駅折り返しも含めると、毎時6本と多くなっている。また、休日も含め、 倉間駅までの列車は二両編成が主体であるのに、対し、当駅に来る列車は炭鉱が主体である。市中心部から大原方面へ向かう場合、この駅で国道367号を走るバスに乗り換えることもできる。永山ケーブルのケーブル、安駅は改札を出て、すぐにある目標を渡り300メートルほど離れたところにある。なお、 ケーブルカーロープウェイは年末年始を除く、当期間は運休する。開業以来からの木造駅舎と終着駅に特有のドーム状の屋根がかつての栄光を忍ばせる。原則として無人駅であるが、多客時のみ係員が配置され、自動券売機も稼働する。かつては自動改札機も設置されていたが、現在では撤去され、代わりにピタパやアイコカなどに、 対応の IC カードリーダーが設置されている。ホームは3面2線の串型ホーム。改札口は、出町柳駅や倉間駅のように、東端部ではなく、東端部に向かって、左側の北側にある。東端部には、団体用の臨時出入り口があるがほとんど利用されない。改札口側が1番線ホームで1番南側が2番線ホーム。 中間の細い校舎用ホームは2番線側に電車が到着した場合に利用されているが、ホーム番号はない。通常は1番線のみが使われ、2番線は平日朝ラッシュ時や紅葉シーズンで臨時増発される場合や臨時列車運行の発着時に使われるほか、イベント会場としても使われる。1番線ホーム側の1番で町柳側にはホームに面して、 トイレがあるが、乗務員専用と表示があり、一般客は改札の外側の2番線側にある、トイレを使うことになる。乗務員用トイレの隣には、電車折り返し時用の運転手の休憩室がある。ドーム上の屋根は、現在は1両の電車は車止めギリギリに止まらない、こともあり、電車の長さにはわずかに足りないが、1番線ホームだけは、ホーム全体に上屋が延長されている。 駅前からホームまで平面であり車椅子等での利用は容易。駅長室もあるが観光シーズンのみの駅員配置である。駅から徒歩2分の国道367号沿いに野生駅前バス停留所がある。1996年の地下鉄、カラスマ線の国際会館駅延伸までは京都市営バスも運行されていた。現在、駅前までバス路線は 乗り入れていないが、京阪電鉄が出町柳駅まで延伸した際に、当駅改札を出て、すぐの野生遊園前に、大原駅のバスターミナルが整備され、大原までのシャトルバスが一時期、運行されていた。駅前にある会員制ホテル、エクシブ野生離休の入り口前の階段のすぐ上に、ターミナルがあった。野生遊園駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。